こんにちは、柴田です。このチャンネルなんですけれども、初心者の方まで見ていただけるようになりまして、本当にありがとうございます。もうちょっとまともな企画をやっていかなきゃいけないなと思っておりまして、で今回ですね、初心者の方向けにですね、スタジオ来た時どういうふうなことをやりゃいいのかというかですね、スタジオに入った時に恥をかかないスタジオ利用方法みたいなところをですねやっていきたいなと思います。基本的にはですねギタリストがスタジオに入った時に何をどうして設定していけばいいのかっていうところをやっていきたいと思います。まずですねどんなアンプがあるのかっていうのはですね前もってチェックはできるんですけれども。オーソドックスなところで言うとこのローランドの JC-120 とマーシャルの900、これはですねほぼほぼセットされてるというか、オーソドックスにスタジオにあるセッティングになりますのでこちらで今日説明していきたいと思います。まずですね、どっちのアンプを使うかっていうのはスタジオ来てから試してもいいんですけれどもまず最初にやっておくことはここですねマーシャルの赤ボタン、ここですね。ここをオンにしておきます。で、温めます。温めておきます。若干時間かかるんでね、ここをオンにしたまま温めておきます。で、接続方法ですね。スタジオとかライブはですね、家と違って配線一回崩してこっちで組み直すので、たまにですね、インとアウトを間違って音が出ないなんてことがあるので、そこ注意してください。で、まずですね、ギターからエフェクターに行きます。ギターからエフェクターに行って、エフェクターからアンプ。ギターから出て、エフェクターのインに行って、アウトからアンプに行きます。じゃあ、まず JC から行きましょうかね。で JC はですね、ハイとローがあるんですけれども、僕はいつもハイに挿してますね。で、スイッチはここになります。これをオンにすると、もうサクッとさーっと音が出ます。で、ボリュームはですね、最初絞ったまま、ちょっとだけ上げて、鳴るなと確認ができてからですね、EQ のセッティングをしていくっていう感じですね。最初にバーンと上げちゃうと、ピーと言いますので、そこ注意してください。これは JC120 です。オンオフはこちら。で続いてマーシャルですね。先ほどここをオンにしておいて、温まってきたなぁと。2分ぐらい経ったらですかね。2、3分経ったら、こちら黒い方をオンにします。で、インプットはこちらの方にありますね。右側の方にあります。で、先ほどの JC と同じように、ボリュームをちょっとだけ上げます。お、鳴らないぞと。なぜだっていうのはですね、実はこっちプリアンプにもですね、ボリュームがございまして、2個ボリュームがございます。900。お、鳴らないぞと。実はですね、ここにチャンネルがあります。これで今 B になりましたね。音が出なくなります。というのもですね、A チャンネルのボリューム、こっちを上げなきゃいけないんですね。これは JCM のハイゲインデュアルリバーブ。デュアルのアンプはですね、チャンネル切り替えができます。もちろんフットでもできますね。というような感じで、音が出なくなったからといって、ボリュームをボーンと上げるのではなくて、ちょっとチャンネルを押してみたり、マスターとプリアンプ、両方とも少しだけ上げて、音のチェックをしてください。で、続いてですね、マルチエフェクターでしっかりと音をですね、家で作ってきたと。あとはもうスピーカーさえあれば大丈夫っていう方はですね、アンプのイン、マーシャルだったらここですね、JC だったらここですね、のインではなくてですね、リターンという端子で挿すことも可能です。その場合はですね、このヘッドが稼働せずに、こちらのキャビネットからマルチエフェクターの音をそのまま鳴らすっていう風な感じですね。こちらも同じです。では挿す場所をですね、確認していきますね。JC の場合ですね、リターン。裏、こんな感じです。裏はこんな感じになっていて、こちらにありますね、リターン。こちら、ステレオで挿すことも可能です。シールド1本の場合はモノラルに挿してください。で、マーシャルですね。マーシャルはこちらにありますね、リターン。ここにあります。で、これですね、鳴らしてみた動画はまた別であるので、そちらは概要欄に書いておきます。もう家でね、作り込んでる方は、ぜひぜひリターンで挿すことをお勧めします。まあ、家のアンプとこういう大きいアンプで鳴らすと、また全然違った音で、家で作り込んだ音が出ないっていうこともあるんですけれども、まあそういうのも経験でですね、臨機応変にスタジオの方で、音をこうセッティング変えたりとかっていうできるようになってくると思いますので、まあ、ぜひぜひですね、お一人でもスタジオには行って音を鳴らしてみたらいかがかなと思います。まあ、その他何か質問がございましたら、ぜひぜひコメントください。私でよければお答えさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。